皆さんこんににちは今年ののの司法試試験験験予備試験の受験生に向けての応援メッセージということになります今年も、ですね司法試験予備試験いずれもね直前期ということになっていまして受験生の皆さんも、まあ、不安な気持ちでね直前期過ごされている方も多いかと思います。ですが、まあ、不安になるということは、まあ、ごくごく当然なことであって勉強しっかり重ねて対策をしてきたからこそ、まあ、今、不安な気持ちがある。 とと、えー、ということだと思うこだ思んですね、えー、特に、まあ、不安な気持ちもし、ねえー、どれだけ勉強を重ねてきたとしても不安な気持ちというのはおそらくは解消されるということはないんだと思います。 でですので直前期、不安な気持ちを持つということは当然なこととしてそれと共存しながら直前期もですが本番も含めてしっかりと試験期間乗り切っていただければと思いますある意味、その不安であったりとか緊張というものはプラスに働くことも十分にありますからそこはうまくコントロールするそのためにはその不安である緊張するといったものが当然の感情であるというふうに割り切っていくというのも1つの手なのかなという,ふうに思っています。 えー、そして司法試験の受験生の方は、えー、とにかくまあ長丁場ということになりますね、えー、約1週間にわたっての試験ということになりますので、まあ、論文ですね特に論文にあたっては基本に忠実にという点は、えー、しっかりと維持していただきたいと思います。見、えー、見の問問題題であったたりとか見たことかこがない問題 もしくはちょっと焦っていて勉強していく子がちょっとずれてしまっている初めて見るとは言わないけれどもあまり対策してなかった問題というのは必ず出てきますそれは科目数が多いからね当然出てきますその際にはやっぱりその基本に忠実にというのは問いに答える意識知っている知識趣旨それから条文の文言そういった既存の自分の知識を使って解いていくそして答案を作るにあたっては 法法的三段論法を研修するそのような一つ一つ今まで学習してきたこの積み重ねというものが未知の問題であったりとかいわゆる難問であったとしても当然のごとく当てはまってきます。 自分が解解けけなないいとと思思っった問題は周りの人も解けないと思ってます。ですからその中で平常心ですね適度な緊張感を保ちながら平常心を持って自分の持って今まで学習してきた知識に引きつけてそして自分が作り上げてきた答案のスタイルに沿った形でしっかり検討する要はバタバタしないと。 まあいうその意識をしっかり持って論文対策を挑んでいただければと思います。で特にですね受験回数まだ司法試験1回目の方だとやっぱり時間配分ですね本番の緊張感というのもありますから時間配分、なかなか難しいところもありますですので意識的に時間配分については試験が始まる前の段階ですね試験が開始される直前の段階で時間配分には気をつけるということを常に意識しておくというのは有益だと思います。そして 特に司法試験でですすすと体調ですね長にになります特に世の中、コロナウイルスの影響もありますからさまざま体調管理という点ではしっかり気をつけていただきたいと思っております。 でまあ、予備試験の受験生の皆さんは、まあ、担当式ということになりますから、まあ、1日で全科目を扱っていくことになります特に過去問対策を学習していく中だと、まあ、こういう問題が出たらどうしようとか、まあ、それはそれでやっぱりその論文とは異なる不安というものは当然出てくると思うんです。ですが基本的にはもう過去問勝負です。 えー、予備の担当式試験はどれれだだだけ過去問を回しててきたかととといいうここでで勝負、えー、だと思ってください、えー、これまでの予備試験の合格者も、えー、担当の過去問をしっかり回してきた、えー、そしてそれを試験の中で生かしてきた人はしっかり点数取れます、えー、初めて見る問題、えー、ですね先ほどの司法試験とも重複するところもありますが、えー、担当でも初見の問題であったりとか見たことがない問題は出てきますただそれは差がつく問題ではありません 差がつく問題というのは過去問の足その過去問の足が、まあ、形を変えて出てきたものであったりとか えもしくはその条文知識そのままを聞いてくる、まあ、過去に聞かれたところですね過去に聞かれたものが条文知識として聞かれてくるといったようなすべ、えー、ての受験生の中のまあちゃんと対策してきた受験生が見たことがある問題をしっかり取りこぼさないことがもう合格への一つの道筋だと思ってください、えー、あくまでも相対評価ですある問題ができなかったから落ちたということではないです、えー、これはま司法試験、まあ、予備試験全体で言えることですが総合評価で決まります。 ですから一つ一つの一喜一憂をしないことですね、えー、特に司法試験ですと1日ごとにまあいろんな話が出てくると思いますさまざまな情報が出てくると思いますけれどもそれについては耳を傾けないということが一番だと思います、えー、終わってから、えー、その検討をしっかりすればいいということになりますので、まあ、まず試験終わるまでの間は目の前のことにしっかりと集中していく、えー、特に答え合わせなどは、まあ、したくなる気持ちは分かるとは思うんですけれども答え合わせしたからといって合格可能性が上がるわけではありません。 担当ですね予備試験の方も担当の1科目が終わって手応えがよ,よくわからなかったとあまり手応え感じなかったと言ったとしてもそれを考えることで次の科目の点数が上がることはありません。でですのでそのそ前に向いて とりあえず試験が終わるまでは前を向いてそして終わってから有益な形で振り返りましょうでそのために残された期間ですね残された期間の勉強を精一杯頑張っていただければと思います私も皆さんのね、まあ、合格というものを心から応援しておりますそれでは皆さん頑張っていきましょうそれでは応援メッセージは以上といたします